にちは、こんばんは、おはようございます。捜索局チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、先日作成しましたこちらのアンモナイトアナゴオドリセラスの、ディスプレイ用の模型になるんですけど、こちらですね、作って、2日ほど経ちまして、ほぼ完全に乾いた感じなので、そろそろ色をね塗っていこうと思うんですけど、使う画材がですね、こちらになります。アクリルガッシュ、絵の具ですね。はい、こちらも12色入ってるものですけど、そういう工作系とかの塗装には最適な感じのものかなと思うんですけど、どういう感じのこう色にするかっていうのはね、化石はその色は残らないので、何も学術的にこう正確なものを作ろうっていう感じじゃなくて、あくまでイメージとしてね、こういう形のものが生きてたっていうのを見るためのものなんで、そこまで、厳密にこだわらないで、ちょっとね、色はあくまでイメージとしてこう塗っていきたいと思います。はい、では行ってみましょう。はい、じゃあですね、一番塗る面積の多い、この殻のところから塗っていきたいと思うんですけど、色を塗る手順としてはですね、明るい色からこう濃い色に塗り重ねていくっていうのをね、上等したんだと思うんですけど、とりあえず、一番の基礎のベースの色になるであろう、ちょっと薄めの黄色っぽい感じの色を、まずこの殻にね、ベースの色として乗せていきたいと思います。はい。
はい、じゃあいよいよ最後の工程になります。それぞれのパーツを組み付けていきます。まずはこちらですね、もともとフォトフレームだったやつを、まあ、一応黒く塗って、ステージにしたものなんですけど、これに一応こちら一応3パターンほど作ったんですけど、まあラベルですね、この化石の名前と、まあ、いろんな情報が書かれたラベルですけど、まあ、とりあえず、まあ、どれもいいとは思うんですけど、これで貼っていきたいと思います。はい、じゃあラベル貼れましたんで、今度はアモメトをね、貼り付けていきたいと思うんですけど、まあ、貼り付けるのにはね、これグルーガン使います。はい、というわけでアナゴドリセラスのディスプレイがこちらに完成いたしました。はい、まあですね、全体的な出来上がりに関してはね、十分満足はしてるんですけれども、まあ本来目的であった、こうやって立てかけておこうと思うんですけど、はい、ご覧のようにですね、まあ当然っちゃ当然なんですけど、まあ、重心がこのここにあるわけですから、ここを、まあ、殻を中心に、このディスプレイの台の中心に置いて置いたら、当然こうね、重心がこっちに行ってるわけですから、傾くのは当たり前のことなんですけど、まあ本来でしたらこう置いて、でアンモナイトの化石をこう置いてですね、はい、ディスプレイをするものなんですけど、まあこれを置いてもまだこっちに傾いてるんで、まあちょっと意外とね、この殻の中身を軽く作りすぎたかなと、逆に、はい、ちょっと重心のことをもっと考えて作んなきゃいけなかったなっていうところはあるんですけど、まあ全体的な出来上がりに関しては、まあ、個人的には満足してます。はい、でこちらの、ディスプレイ完成した時に、その画像を、まあ、某 SNS に投稿しましたところ、まあ、ある方からちょっと指摘がありまして、このアナゴドリセラスのこのここですね、これ、三角形に見えてるところなんですけど、まあ、こう頭巾と呼んでるものなんですけど、これは軟体部を、まあ、殻の中に引っ込めた時にこう2人の役割をするみたいなものであったと考えられてはいるんですが、まあてっきり自分はもうこれは当然あるもんだと思って作ってましたけど、まあこの部分はまあないんじゃないかということになってるらしく、まあそのここが化石として見つかってないっていうのもあって、まあこれはあくまで想像上の部分でしかないんじゃないかなっていうところなんですけど、まあ一応これは想像図みたいなイメージなんで、まあとりあえずはこれで、いいかなと思うんですけれど、まあ今後はですね、そういう、まあ、学術的な正確なものもね、ちょっと考慮しつつ作っていこうかなと思ってます。はい、はい、でとりあえずこれで、一つ完成なんですけれども、はい、で今年の1月に撮れた、まあ一番今年の最初に撮れたこのアンモナイトもあるので、まあこれに引き続いてですね、こちらの方もいずれ、ディスプレイを
作ってみたいなと思うんですね。でこっちは当然これよりも大きいサイズなんで、さらにこれよりも大きいディスプレイになると思うんですけど、まあちょっとね、材料揃えるのは大変なかもしれないんですが、今後ね、頑張っていきたいと思います。というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。